皆さんこんにちは、僕自身も2010年の9月に契約して、本当にこの2年間、非常に内容の濃い日々を送りながら充実した、2年間を送れたなというふうに思っています。まあ、僕自身も代表の仕事ということは初めてだったので、まあ、非常に手探りなことが多かったです。ただ、本当に経験豊富なコーチ陣をが一緒にやってくれたおかげで、僕は本当に助かりました。本当に、まあ、コーチ陣もここで、任期満了ということになりますけども、本当に一人一人が力のある指導者だというふうに思ってますし、まあ、その中で、僕はここでやれたっていうのは非常にやはり、大きかったなというふうに思ってます。やった中では本当に想定以外のことがいくつかこう起こりましたけども、やはりそれはやはりコミュニケーションを取りながら、まあ、アジア予選を勝ち抜いて、オリンピック出場、そして、オリンピックでも本当にベスト4まで6試合やれたと、まあ、もう少しやればメダルにというところは非常に残念な気持ちも半分ありますけども、ただやはりそれは今度代表の方で、この悔しさをやっぱり取り戻してもらえればなというふうに思ってます。そういう意味で、まあ、僕自身は集大成としてもこのオリンピックを考えてて、まあ、自分のやれることはしっかりと本当にやり尽くしたなというふうに思います。まあ、そういう意味で、次また自分もこの日本サッカー界のために微力ですけども、また指導者としてやっていきたいというふうに思います。まあ、就職活動っていうのは今実際にはまだ何も考えてません。はい、講演がいっぱい入ってるそうです。これからですか。